マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオブラザーズシリーズスーパーマリオブラザーズシリーズは任天堂が展開しているマリオシリーズ及びスーパーマリオシリーズのうち当社が開発発売している 2D 横スクロールアクションゲームシリーズ社会現象とも言える空前の大ブームを巻き起こしファミコンゲームひいては家庭用ゲームの認知度を高めるのに最も貢献した スーパーマリオブラザーズをはじめ、任天堂が新ハードを発売するたびにシリーズの新作が発売されている。また、スーパーマリオコレクションなどの過去の作品を複数収録したリメイク作品も随時発売されている。スーパーマリオブラザーズ発売25周年の節目となる2010年にはスーパーマリオコレクションの復刻版ソフトとして スーパーマリオコレクションスペシャルパックが発売された。スーパーマリオブラザーズ発売30周年の節目となる2015年にはプレイヤーがコースを自由に制作しながら世界中のプレイヤーが制作した様々なコースが遊べるスーパーマリオメーカーが発売された。本シリーズのスピンオフとしておおよそのシステムを採用した 2D アクションスーパーマリオランドシリーズが ゲームボーイ向けに展開された。国内でミリオンセラーを達成した作品は太字で示す。Wii、Wii U、Nintendo 3DS へのバーチャルコンソール版、Nintendo Switch へのアーケードアーカイブス版は割愛。基本、マリオのみであるが、弟のルイージも 2P もしくは 1P として操作でき、二人プレイも可能である。USA、ニューウィー、ネイユー以降の作品では、 キノピオや囚われ側であるピーチ姫をも操作することができる。ワールドでパートナーとして登場したヨッシーは、その後もニューウィー、ネイウーでも乗り物扱いだったが、ランでは晴れて単体で 2D 発のプレイアブルとなった。USA 以降はキャラクターによって挙動や能力の違いがあるなど個性がつけられるようになった。変身により見た目を変えるだけでなく、 特殊な攻撃手段や特殊能力を得るなど、冒険を手助けする数多くのアイテムが登場することも本シリーズの特徴である。これらの多くは 3D アクションタイプのスーパーマリオシリーズや、その他、マリオシリーズにも登場している。基本、シリーズを通して大まかに、地上面、地下面、空中面、水中面、お化け屋敷、飛行船、鳥で、 上の7種類のコースに分類することができる。ありがとうございます。